これをね、500枚も買った後にね、気がつくというね、本当に間抜けなんですけど。皆さんこんにちは、ミヤです。本日のお題はこちら、3月の花壇のお手入れ、今やっておかないと残念なことにです。早速作業していきましょう。それではスタートします。はい、3月になりましてね、なんといっても大切なのが害虫対策です。3月6日の啓蟄を過ぎまして、人も虫もガーデニングしやすい時期になりました。ここで出花をくじいておかないと、たちまち虫だらけで葉っぱも食われてつぼみも食われて残念なお庭になってしまいますのでね。私はオルトラン DX を使っているんですけれども、コガネムシの被害のない方は普通のね、赤い袋のオルトランの方がお値段もお手頃ですのでね、そちらでもいいかと思います。本当にね、もうパラパラって巻くだけなんですけど、ここ今巻いてるのはルメックスなんですが、このルメックスはね、すごく虫がつくのでちょっと念入りに巻いています。で、パンジービオラもね、これからね、あの黒とオレンジの不気味な幼虫が出てきますので、あの幼虫がね、もううろうろしてましたのでね、こちらの周りも念入りに巻いています。ついでにゴミも取っています。続いてね、肥料を撒いていきます。こちらは追肥という形でね、撒いていきます。で、これをね、マイガーデンと思ったら中身にね、IB 肥料を入れていたというね、そしてまたこれが袋が出なくてもう無理やり引っ張って出してます。はい、これ IB 肥料もね、鉢植えには使いますのでね、これはこれでまた使うんですけど、仕方なくまた新しいマイガーデンを買ってきました。で、これをね、巻いていきます。こちらのマイガーデンはね、こういう黒系の粒なのでね、土に巻いてもあんまり目立ちませんのでね、そこも気に入っています。追肥にも土に混ぜ込まないといけないタイプのものもありますので、ちょっと表示をよく見てね、花壇に巻くならこういうパラパラって巻くだけのものが簡単かなと思います。それではね、早速巻きに行こうと思ったんですけど、またこんなところにね、スコップを置き去りにしているというね、こんなことばっかりやってます。で、これはね、種まき粉のビオラとパンジーです。まだ開花してないのもあるんですよね。で、これはね、前冬花壇の植栽かなんかの動画でご紹介した花壇です。で、こちらは一年草中心なのでね、パラパラ巻いていきます。で、この追肥なんですけど、あの宿根草の方はね、特に巻かなくてもいいかなと思います。巻いてもね、問題ないんですけど、宿根草はできれば土の力と株の力で育てた方がいい、株にしっかりした花が咲くようです。結構ね、ストックももりもり大きくなってきましたね。うちのパンジーはね、まだね、あんまり大きくなってないんですけど、もうね、早めに植え付けたパンジーやビオラはね、満開を過ぎてるっていう場合もあると思うんですよね。そういう場合はね、3月の間に1回切り戻しをしておくと、5月いっぱいぐらいまではね、まだ綺麗に咲いてくれますのでね、長く楽しみたい場合は3月に切り戻しをしておくといいと思います。こちらはね、動画で作った寄せ植えです。これもね、ぎっちりになってきましたね。寄せ植えもね、忘れずに追肥しておきます。花がら摘みもまめに行っておきます。特にね、一年草の場合はね、種をつけるともう私は子孫を繁栄しましたので終了ってなっちゃうんですよね。まあ、種を取りたい場合もあると思うんですけど、取りすぎないようにしてあげた方が長く楽しむことができます。バラも目出し声を上げる時期になりましたので、さっきね、マイガーデンの袋から出てきた IB 肥料をあげてます。で、こちらがね、6号鉢で 6g ぐらいだったかな。一応ね、規定量が袋に書いてありますのでね、その量をね、あげるといいと思います。まあ、測るのもね、めんどくさいのでね、もう私は目分量でやっちゃってますけどね。 IB 肥料はこういう鉢の縁にね、置きます。あんまりね、株元近くにあげると株が傷んでしまうことがあるのでね、 IB 肥料の場合はね、ちょっとその辺注意した方がいいと思います。だん
地ではもう霜が降りる心配がなくなりましたので、苗の植え付け適期かなと思います。今動画で見ていただいているのは、一年草の白い忘れ名草を植え付けています。春や初夏に咲く一年草は、早く植え付けないと株が大きくなる前にもうお花がちょろっと咲いてね、終了してしまいますので、1日も早く植え付けましょう。耐寒性に少し心配のある宿根草も団地では植え付け適期になりました。こちらの植え付けの動画は苗をねたくさんお買い物したのもあるので、それと一緒に植え付け動画をね撮っていく予定です。こちらは白いアガパンサスです。このアガパンサスがですね、全然花が咲かなくって、もう植えて5年目ぐらいになるんですけど、最初のね1年目は花付きでね買ってきて株分けしたんですよ。その時にお友達と半分にして、半分にした苗をねうちに植えたら、もう翌年から4年間全く咲かなくってですね、今回ちょっとね掘り上げて堆肥を入れ直してみました。今回まあ植え替えという形を取りましたので、これですね仕上げに初めてハイポネクスビフンを使ってみます。これはバラ友さんがバラにいいよっていうことでおすすめしてくれたんですけど、裏を見ますと植え替えや植え付け後のこのダメージの回復を図るのにも使えるということで、今回ねこちらを使ってみます。植え付けや植え替えの時だけでなく、耐暑性や耐寒性もつくということなので、梅雨や冬のね霜が降りる前に液体肥料として使っておくのがいいそうです。草花の濃縮倍率は500倍ということです。これでね、これが付属のねスプーンがついてまして、 2g と 1g が測れるようになっています。で大きい方が 2g なんですけどね、これを1リットルのお水に対して1杯入れると500倍の肥料になります。で今回は3リットル分お水を用意しているので3杯入れました。ちょっと肥料あたりも心配なので、初めて使う場合はねもうちょっと薄めに使ってもよかったかなと思います。でしっかり水で溶いて、まだらにならないっていうの、なんていうの、よくかき混ぜておきます。仕上げに今溶いたハイポネクスビフンをかけていきます。これでね今年開花してくれたら嬉しいんですけどね、乞うご期待。一年草の摘心作業をしていきます。この摘心作業はねとっても大切です。これをしないとねもうひょろけた苗になって、育てば育つほど倒れやすくなってしまいますのでね、これ今ね本当にやっておいた方がいいと思います。はい、こちらはねなんていう苗だったか忘れちゃったんですけどなんだっけはい、これでね出しておきますね。でこれをね下葉がね黄色くなってますのでね、こういう黄色くなった下葉をね切ってます。はい、脇芽がねいっぱい出てるのが見えますよね。この脇芽の上でハサミを入れます。チョキンチョキンチョキン切れました。はい、でねこの上ねもったいなくありませんので、この上の1個のために脇芽が全く育たないという事態が起こりますのでね、これね今ね本当に心を鬼にしてねやっておきましょう。はい、こちらはこぼれ種で育ったシレネアルメリア虫取りなでしこです。今ねハサミを入れてる苗はねちょっと状態が良くないですね。でね隣の方のこちらの苗はきちんとねロゼットに広がってます。でロゼットっていうのは何かというと、これをまたねちょっとここに出しておきますね。でねこういう上だけ育ってしまった苗は摘心が必要です。今この作業をしないと本当にね残念な株になっちゃうんですよ。はいそれでですね、それでこの上もね育てば育つほどかわいそうになっちゃって摘心しづらくなっちゃいますのでね、これも今のうちにねじゃんじゃん切ってしまいましょう。はい、こちらは日本水仙です。神崎の水仙なんですけどね、もうお花終わりました。でこれね花がら切りの動画がね撮れてなかったんですよね。でちょうどこの手に持ってた部分、この辺りをねチョキンと切りまして、
花茎は残しておきます。で、上の部分だけね、花柄をカットしてしまいます。花柄をカットしたら葉結びをしていきます。水仙だけじゃなくて、まあ、球根類みんなそうなんですけど、最後の最後枯れ果てるまで葉っぱを置いておかないと球根が育たないんですよね。なんですけど、これからね、他のお花が花盛りになっていく中で、この枯れ枯れの葉っぱがこの花壇に鎮座していますとね、本当に目障りでね、言葉は悪いかもしれませんが邪魔なんですよねそれでそのね、目障りな状態の面積を少しでも小さくしようというのがこの葉結びなんですよね。ご覧いただいてお分かりかと思いますが、ものすごく、ね、不器用なんですよそれでですね、もうただ単にね、肩結びを 2,3 回繰り返しているだけなんですけど、器用な方は三つ編みしたりね、編み込みしたりね、するみたいですよ。はい、皆さんね、お好きなようにやってみてください、はい、それではね、最後の作業になります。こちらのね、ボロボロのラベル、これはね、取り替えなきゃ取り替えなきゃと思いながら、もう5年も経ってしまったというねでね、ここまでね、ボロボロになりますと、この破片がですね、こう周りに散らばっちゃって、それを拾うのがね、余計大変なんですよね。で、面倒がってラベルを取り替えないでいると、余計面倒なことになるという悪い例ですそれにですね、まあ、これからね、お花が綺麗な季節でね、ボロボロのラベルや色あせたラベルがあるとがっかり花壇になっちゃいますので、ここね、これからね、お友達が見に来てくれたりもしますのでね、その前にね、一掃しておきたいなと思います。それでね、今回ね、一掃するためにこのね、黒いラベルを買ったんですね。長さがね、9センチなんですね。で、これをね、土に埋める部分をね、考慮するのをすっかり忘れてまして、結局地植えですと結構深く埋めないと飛んでってしまいますのでね、そうすると上ちょっとしかね、描くスペースがなくて、これをね、500枚も買った後にね、気がつくというね、本当に間抜けなんですけどこれでね、結局のところまたね、100均のプラスチックの文具コーナーで買えるね、板があるんですよ。 A3 ぐらいのサイズのね。で、これを好きな形に切って、これをね、ずっとね、ラベルに使ってたんですけど、結局これで良かったというね本当にしょうがないですよね。はい、それでね、こちらのね、ラベルに書いていきたいと思います。これで、今までこのラベルにね、黒いペンで書いていたんですね。で、この黒い油性のペンっていうのはね、消えちゃうんですよね。消えません、皆さん。それで、私が今回買ってきましたのはこちらの桜マイネームホワイト布用極細です。で、こちらはね、細地だったかな、細地の方はね、コメリとかでも買えたんですけど、この極細っていうのがちょっと見つからなくって、わざわざね、アマゾンで買いました。こういうね、ノック式のペンってね、ちょっとね、使いにくいイメージがあったんですけど、これはね、結構使いやすかったですね。結構細かい字が書けるのでね、すごくね、使いやすいなと思います。花壇にね、刺していきます。少しね、深めに刺した方がいいと思います。こうやって引いてみてもね、そこまで目立ちすぎないけど、白地なのでね、まあ文字はね、比較的はっきり見えるのでね、これね、すごくいいなと思います。こういう本当に残念タグがね、まだ刺さってますけどこれもね、順次取り替えていきたいと思います。それで、こういうね、白いね、園芸用のタグを使う場合なんですけど、ペンよりも鉛筆の方が消えにくいんですよね。これなんか不思議ですよね。これはね、お友達が書いてくれた字なんですけど、3年ぐらい経ってるかな、これなんですけどね、まだね、こんなにまだはっきり残っています。なのでね、この白いタグを使う場合は鉛筆で書くのがおすすめです。